本日のゲストは前文部科学大臣で自由民主党の下村博文衆議院議員と同じく西田昌司参議院議員です。現代の教育を問うと題しまして2週にわたって論じていただきます。教育は知識人にとってのスタンブリングブロック、つまずきの石。良き教育のためには良き教育者が必要であると考えると、良き教育は大いなる困難にぶつかります。しかしながら教育は最も大事なもので、国家100年の計を考えると教育はその礎となる重要なエッセンスです。そこで今回は活力あふれる2人の政治家に徹底して論じていただこうという試みです。それでは先生方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。僕最初にお二人に問うてみたいのはね、英語公用語化をはじめとして英語教育の普及ってことが、まあ、重大テーマで言われてますけども、僕の仲間はみんな反対してるんですけどね、僕一人反対してないんです。賛成もしてないんですけどね日本人の普通の人がね、外国人をちょっと感心させるような、うん、おい日本人結構面白いこと考えてるって言うと思わせる力があるとね、うん、僕はぜひね、それ別にトップエリートだけじゃなくて旅行に行くような人もね、英語をね片言でも喋れるのは大事だと思うんですよね、うん、ところがね、最近新宿の飲み屋の話なんですけどね、うん、結構立場のある文学者その他がね、うん、もう本当に子供っぽいセリフ、うん、安倍には困ったもんだね、うん、安保法制には困ったもんだね、うん、一体反戦を何と心得るんだろうねみたいなね、もうなんか100年200年前のね、カビの生えたセリフね、うん、であと何の展開もないんです会話に、うん、うん、そうだねで終わる会話ね、うんうん、こういう民族に英語なんか喋らせたら世界の恥になるんじゃないかという下村先生は英語はペラペラ。いやいや、ペラペラではないんですよね私が文部科学大臣の時ね、小学校3年生から英語を教えるということを前倒しでするということを決めたんです。これはまあ数年もそうなるんですけど、今日本は教科としては中学校が始まるんですね。で、小学校5年生から英語に親しむっていう週1回5年生6年生を数年前からやはり始めたんですが、それを前倒ししてね、理由はですね、もういい悪いは別にして英語っていうのはもう世界共通語なんですね。なっちゃったんですね。じゃあなっちゃった。共通語を日本人だけが知らないというのは世界の中で活躍、まあ、できないと、うんうん、まあ、別に世界に行かなきゃいいんじゃないかというのがあるかもしれないけど、うん、日本国内だってグローバル社会で、うん、昨年1年間でね、もう1974万人の外国人が来てる、うん、これどんどん来ますよ、うん、いう中ではやっぱり共通語を知らないと世界の中で日本だけのけものにされてしまうねという世の中だから、うんうん、まあ、共通語ぐらいはきちっと習わせようということですね、うん。実はちょっと言うとですね、国会議員になってさまざまな外国行ったりですね、うん、ありますよね。また私も喋れないもんですからね、通訳聞いて喋ったらいいんですけど、喋、うん、れる議員いっぱいいますとね、勝手にどん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 喋っていきましてね、一人だけ置いとけばいいんですよね、だからそういう意味で言うと先生おっしゃるのはよくわかるんですが、うん、もう片方でですね、うん、私は昔ホームステイでイギリスに一時ほど行ったことあるんですが、ね、うん、その時にスパニッシュと、うん、スペイン人の男の子と一緒の部屋だったんですね。で、片言の英語でお互いその時に要はね、歴史の話とかでみんなでいろんな人間と話すことだったんですが、日本人って全く歴史知らないんですね、自分の国の、うんうんうん、で彼らは結構知られてるんですよね、うん、あと一方的にやり込められるんですね、うん、それで私は英語は大してできないけれどもそれ違うということはねできますからね、まあ、手振り身振りで話して、うんうん、結局まあ英語ももちろん大事なんですけれどね、うん、本当はもう少し中身のそういう歴史とか、うん、日本の文化とか本質的な話がですねあんまりできる人がいないなというのをものすごく感じたりしてるんですけれども ね、 歴史をね知ってるかどうかっていう単に知識の問題じゃなくて、僕感心したことがあるのはあれウクライナ問題の時かな、テレビ見てましたらモスクワでね本当にもう不良少年みたいなものにインタビューするんですよ、うんうん、
したらそのモスクワの青年が俺たちロシア人にはともかくひたすら生きようとするね情熱っていうものがあるんだと、うん、本当にね不良少年とおぼしき人間が自発的に発言するんですよね、うんうんうん、何かこう自分に内発するね、うんうん、あるこう意見とか気持ちが知識を知ってるかどうかの前にね、うん、そう姿勢の問題として、うんただそのね今西田さんも言われてましたけど外国人と話したり外国に行くことによって逆に自分が日本のことを知らないと、うん、日本の歴史を知らないというねその勉強する動機づけになってるんですよ、うんうん、やっぱりそのアイデンティティっていうのは真のその国際社会で活躍するためには真の日本人としてのねアイデンティティがないと世界なんかやっぱ生きていけませんよね、うんうん、そのためには日本のことをもっと知らなくちゃいけない、うんですから英語教育を教えるということとね、うん、それから日本の歴史や文化を教えるということは別に相矛盾することじゃなくて、うんね、両方いかにね、うん、発達段階に応じてしっかり教えるかという意味では日本は両方とも他の国から比べると、うん、その分野についてはきちっと教えてないという表れだと私は思っていただきたいと思うんですね古い話ですけれども新渡戸稲造が武士道を書いて、うんうん内村鑑三も代表的日本人、うん、両方とも英語で最初書いてる、ねうん、あれ書かれたのは1899年だけど当時ねやっぱり外国人が日本人には宗教教育がないのかと、うんまあ、道徳教育も含めましてね、それ価値観を教えないで一体お前たち何やる気なんだと、うん、さんざっぱら言われて、うん、で2人は断固として自分たちにはねすで、うん、に滅びつつあるが武士道というものがあると、うんうんうんいうので頑張ったのが100年ちょっと前ですよね、またそういうサイクルが来てるのかなという気がします、うんうん、全然話変わりますがねアメリカの大統領選挙が今予備選挙をやってますよね、うんうん、そうするとなんかトランプさんっていう人がね、うん、ものすごく暴言のようなものを言っていながら結構人気あるんですよね、うんうんうん、で聞いてるとね僕面白いなと思ったのはかなり内向きの自分たちの国のことを彼はものすごく言うんですよねところが実際の外交とかですねそういうことを考えるとそんなことで本当に世界中納得できるかねというところがあって、うん、めちゃくちゃ言ってますよ ね, な っ, てね、うん、なってるんだけど、うん、あれ結構ねアメリカ人の本音でありましたね、うん、つまりやっぱり自分たちの国はこうだとかああだとかね、うん、いうとこあるんですよねで振り返って日本の方を見ますとね、うん、日本ではねあんまりそういうこともね、うんまあ、言う人もたまにいるんですけれどもね故郷とか家族とかふるさとというのはね、うん、どっかタブーというか、うん、ほとんどそういうことを考えずにですね、まあ、ペラッとした話をね、うん、言いたがりますよね、うん、だから、まあ、そこを考えるとねトランプは別にいいと思わないんだけれども何か日本人は人としてというかねこの人類というか生命体としてもね、うん、大事なところをですね、うん、なんか大きく忘れたまま議論をしているような気がしましてねだから英語で喋らないとトランプさんともやり合いできませんけれどもね、うん、やり合いする前に、うん、そもそものそういう原点になる部分ですよね、うん、人間の、うん、そこが必要なような気がするんですよ、うん、僕戦争終わった時にたった6歳ね戦争終わったよう知らんのですけどね、うん、でも昭和が終わるまではね日本の指導者政治に限らず経済界も言論界もねやっぱりね一応ね形の上では戦後民主主義とか、うん戦後なんとか主義に迎合しててもねやっぱり戦中戦前を体験してますでしょ、うん、そのやり方の中にねやはりそういう過去の歴史のようなものを組み込んでね、うん、ある意味じゃコモンセンス常識に合うようなことをやってらした方多いんだけど、うん、やっぱり平成の妙が来ると同時に一斉に世代交代が始まって、うん、そういう戦争を知ってるね味わってる人たちがあるいは戦後の混乱の、うんうん、そういう人たちがあれだリタイアしたんですよね、うんうん、それから早26年27年か随分変わったですね、うん、この四半世紀間ね、うんうん、たださっきおっしゃったように英語でねいや日本もそういうその道徳のバックボーンっていうのがあるんだと、うん、西洋に対してそれを英語で新渡戸稲造が武士道を書いたり、それから内村鑑三が代表的日本人書いて世界の人たちに発信しましてねそれ100年ちょっと前ですねしかし今おっしゃった通り戦後70年経った中でねやっぱりそういう思想的な空洞化っていうのはこの70年の中でどん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 薄くなっていることは事実でこの100年経った中で改めてね我が国の特定のそのキリスト教とかイスラム教とか宗教がバックの日本は道徳とか価値観があるわけではないですから
しかし武士道がね、今もその、まあ、息づいてる部分もあるけども、うん、武士道全部語れませんよね。100年前と違いますよね。ですから改めて今我が国における精神的なですね、そういうバックボーンなり、あるいはそのスタンスは何なのかっていうことをきちっと議論して整理するっていうのは、やっぱり日本にとって求められているそういうタイミングだと思いますね。厄介なのはもう最近特にね、安倍政権に皆さんが作られてから、もう経済界をはじめとしてイノベーションイノベーションの連発でしょ。イノベーションというのは革新ですよね。簡単に言うと古いものが壊れていく。道徳のことをね、英語でモーラルっていうけども、最近も舞台裏で喋ったんですが、あれもともとラテン語のモーレスから来てて、モーレスっていうのはあの集団のある固定安定した感情みたいなものをモーレスというんですよね。とかイノベーションがこれまでね立て続きますとね、慣習が壊れるということは集団の安定した感情がどんどん薄らいでいく。だから一方でそのもちろんイノベーション起こるんですけどね、あんまりイノベーションマニアックになっちゃうとね、道徳の基礎をね自分自ら壊すというね、だからそこのところ難しいですね。まあ、あのイノベーションに先行しないと経済競争で負けますからね、それに突っ走る、と同時にそれは自分たちの道徳的基礎を掘り崩しているというね、まあ、必ずしもねそれは矛盾しているように私は思えないんですよね。これから日本が少子高齢化であるにもかかわらずですね、発展していくためにはやっぱりその科学技術イノベーションによる新産業の育成と常にですね、あの図っていくって、これはもう必要なことだと思うんですね。でも科学技術イノベーションとね、それからそのモラルの破壊っていうのはつながらないんじゃないかと思ってまして、逆に今私のその経営者の人たちの中でもね、アメリカのような金融資本主義的なものではなくて、あるいは株主のために会社があるっていうことじゃなくて、まあ広域日本資本主義といいますかね、昔の近江商人の三方よしじゃないけども、そういう日本古来の経済的な在り方をきちっとここで確立をしなければ、日本そのものだけじゃなく世界が経済によって破壊されてしまうのではないかという意味では、モラルそのものが破壊されているには思えないんですね。ただそれをもうちょっときちっと徹底をするといいますかね、何がモラルで何が道徳で、まあそれを今度あの文部科学省では道徳を特別の教科科として位置づけてね、学校教育の中でちゃんと教科として位置づけて教えるということを始めることにしましたが、別に解雇主義とかそういうことじゃなくて、一方であの社会常識とかルールとかマナーとか特異的な部分は教える必要があると、まあ、いうふうには破壊されているというよりはね、ちゃんとこう継承されてないというか教えられてないというふうには思うんです。昔日本的経営ってありましたでしょ、まあ、日本的経営がどうというよりも、僕が例えば西田先生を雇う時には月々50万でいい、まあ、例えば50万でね当分頼むねと。でよっぽど怠けたら僕も首切らせてもらうしね、またよっぽどひどい社長ならご本人辞めちゃうでしょうけど、でもね50万でなんとか頼むぜと、時々ボーナスも払うけどと、それでやるってことはそれでご自分の生活がまあまあ見通しが立つってことですよね、ってことを逆に言うとね、その50万で買ういろんな品物が上がってこの程度、下がってこの程度、マーケットのね価格プライス体系があると安定しているという見通しの中で人間の契約が成り立つわけですよ。ところがですよ、原油価格に典型に見られるように、今30ドル忘れましたがね、1バレル30ドルになったり150ドルになったりね、こんな風なねバブルだ、バーストって破裂ですけどね、膨らむ破裂するということが起こマーケットで起こっちゃうとね、あれ自体もマーケットシステムの破壊なんですよね。国民がねある程度のなんていうかな、モーラルを共有し合うところでマーケットすらもが安定すると、単に需要と供給で跳ね上がったりね、なんていうかな、落ち込んだりするもんじゃないんだっていうね、まあ、経済というのもビジネスですよね。ビジネスが先に出ちゃうと、この頃はアメリカ式の短期的利益をですね、ROE がどれだけあってどれだけ配当できますかとかね、いう話が
どうしてもビジネスの世界というのは出ちゃうと、うん、出ちゃうと結局一番効率の悪いところは切られますよね、うん、で僕その典型が地方と東京との関係でいうとね、うん、地方なんですよね、うんうん、地方がどんどん切られて、うん、そしてその結果ですね、まあ、家族ふるさと破壊ですよね。しかし東京でそれだけの昔と同じように家族ふるさとが作れるかというと、うん、その方々もね結局定住したり子供を一緒に住んだり、うん、まあ、そういう仕組みないですよね、うん、結局いるんだけれども、うん、そこで家族もふるさともないんで、うん、その結果地方で家族ふるさとが壊されて、うん、道徳文化の元がなくなってで東京に来てそこでまた定住して、うん、そういうのを作れば昔の江戸のようにですね、うん、それもできないままに、うん、まあ、あちこちに、うん、浮遊してしまうと、うん、で結局ビジネスが、うん、まあ、そういう破壊の元になってるんじゃないかと、うん、先生がおっしゃったらそういう方向の話でもないかなと思って。住民のことをね、これラテン語系のことですが、そのインハビタントって言うんですよ、うん、でハビトっていうのは習慣、インって入っていくって意味ですよ、うん、ある安定した習慣がその地域にあってその中に入っていく、入っていくってことは簡単に言うと定住するってことですよね、うんうん、ですからね、日本人簡単に住民と言うけどもね、うん、住民って言葉の中に歴史社会的に解釈すれば、そこに長期間滞在して停留してね、でそこの慣習のようなものを、まあ、好き嫌いはあるでしょうけども、うん、そこそこ何であるか理解するという、それを指して住民って言うんですよね、うん、今単に市役所にね住所登録出せば住民ってことで、うん、なんか1ヶ月後に別に移ったりね、うん、そういうの住民になっちゃって、うん、なんか非常に安定性が失われてる。かといって安定性にこだわりすぎるとおっしゃったように日本が取り残される、いわゆる村社会の、うん、まあ、それもね、うん、もうその歪みはひどいもんだちゅうの私たちも思うんですけれども、うんうん、まあ、そのバランスですよね、そこがちょっと、うん、最近かけてる気がしますね。まあ、その時代の変化をね、これは止めることはもうできないわけですよ。そうですね、一つのやっぱりその経済原則を含めてね、世の中の流れとしてありますから、例えば東京におけるその受け皿の部分をそのなかなかその新住民としてそこの合に行っては合に従いみたいな形での そこまでの その地域におかれるね共同体意識っても実際ないから、うん、バラバラですから、うん、だからそれに変わるような新たなその共同体意識って言いますかね、共同体意識とは違うけど、例えば道徳の部分だったら学校の中できちっと教えるとか、まあいう違うところのその教育の受け皿みたいなのを、あるいは共同体の受け皿的な部分をどう作っていくかということも時代変化の中で求められるんじゃないかと思いますけどね。巷の噂では今度ね、自民党が衆参両院選挙で圧勝したとすれば憲法改正を手掛けるんじゃないかと、うん、僕は大賛成ですけど、はい、ついでに巷の噂によればね、非常事態法、うん、当たり前ですからね、戦争のこと考えるってことは非常事態だから、明治憲法もあったんですよ、うん、31条にね、うん、戦争及び国家危難の際には天皇大権を行使するを妨げず、非常事態ですからね、憲法その他の法律を一時的に停止して非常事態に対処するというね、あれこれ議論されてまた反対しているのが多いんですよ、山ほどね安倍は悪いことやるとでも考えてみたら非常事態常にあらざると考えれば、うんうんうん、イノベーションがねこれほど激しくなりましたらね、うん、単にその国家のね戦争がどうのというよりも生活そのものがね、うんうん、常にあらざる。下村先生ご存知かな、めったに電車に乗られないでしょうが、僕も最近ね電車不愉快だから乗らないことしたんですけど、理由は見渡す限り前の住人がスマホいじくってるんです。そうですね、僕首回んないんで左右見えないんだけど、どうもそうでしょう。で人から聞いたらあのうちの 7,8 割がゲームをやってるって言うんですよ。僕ねスマホゲームは何か知りませんけどね、これはかなりもう非常事態なんですねなんかこう人間の心理状態までね、うん、次々と非常事態に誘い込まれているという、うんうん、どっかで落ち着かないとダメだなって気がするんだよね、うんうん、ビジネスはビジから来てるらしい、忙しいんですけれども本当に忙しいんですね。他人と関わってる間も何もない。ビジネスの交渉もね、ネグってのは否定なんですよ、うん、オーティウムが暇かな、暇がないって意味でね、うん、ビジは多忙でしょ、うんうん、ネゴシエーションも暇がないですよ、うん、それは時は金なりっていうのは分かりますけどね、うん、遅れを取ると日本が滅びますけどね、うん、何もねそのいつも戦闘を必死こいてね、うん、
走ってないと日本はダメなんだっていうのも気に入らない、うん、どこかねまあしゃあない、うん、ちょっくらやるかという程度でね、うん、イノベーション騒ぎは収めてもらえないかなと、うん、そうしないとね道徳も歴史も何もかも虚しくなっちゃうんですよね、うんまあ、イノベーションというのとね、うん、それから それに付随する人の生活がより便利になっていくということは、まあ、望ましいことだと思うけども、うん、合わせてその人 その精神が社会的に荒れてしまうようなことがあってはならないですよね。それをおっしゃってるんだというふうに思いますが、だからといってその世界はグローバル社会の中で日本だけ鎖国社会じゃありえませんから取り残されるわけいかないので、やっぱりより望ましいやっぱり科学技術イノベーションというのはどんどん進めていかなければねならないと思うんですね。ですから同時にそれに合わせた人の社会の変化に対応した望ましい生き方とか教育とか、それから共同体の在り方とかいうのを常にその変化に対応しながら、一人一人だけでなく社会全体が快適に望ましいようなそういう工夫を常にしていくというのが政治にも求められると思うんですよね。世間でなんかあの教育論で分岐は役に立たないから、確かに役に立たないことがある大学の話ですけどね、一本やりやったらいいんじゃないかって説がだんだん増えてるんだ。それもね一理二理ない話ではないけども、しかし理系から出てくるね、うん、いろんなテクニカルテクノロジカルなイノベーションというもの、うんうん、それは本当にねコミュニティとか個人の生活とかにね、うんうんうん、あるいは自分の子供孫の生活の、うん、意識の安定に役立つかどうかまで考えると、うん、それはね理系からは出てこないんですよね、うん、それは私ね先生にぜひ聞きたいんですけど、文系は役に立たないとは言ってないんですよ私が当時大臣の時通知出したんですけどね、今までの文系のあり方でいいんですかと、うん、時代の変化に対応した文系のあり方っていう意味であまりにもね日本の文系ってのはタコツボ型であって、うん、その専門だけやっててもね、うん、それがその社会出た時どの程度役に立ってるのかということになると、これはもうちょっとですね、幅広く学ぶ、あるいはその多様な変化なんか対応するという柔軟性が大学の学部や学科にも文化系が必要なんではないですかという、まあリベラルアーツも含めたですね幅広い教養をもっとしっかり身につけさせたらという提案なんですよね。僕のそれ大賛成で、僕は実はスペシャリスト専門人という言葉が大嫌いで、あれスペックってのはあれね、見るってルカットって意味なんだけども、自分が見たことしか関心ないんですよね。でもね見た裏側もあるわけでしょ、本当は斜めもね、うん、下も上もあるわけ、総合的な、うん、それやろうとするのはおっしゃったあれでしょうね、リベラルアーツって言うんだけども、うん、日本語で何て訳すのか、教養学部の教養ですね、うん、教養ですね、なんかそういうね、うん、全てを総合審査しすることはできないけれども、うん、何もね物事のね局所にだけ、うん、自分がスペックするところにだけこだわってスペシャリスト、特に日本の学問でそれがよりその細分化されてきてね、スペシャリストかもしれないけどポータル的に見たら違うんじゃないかっていう認識を持たなくなってしまっているところが、やっぱりねこう本質的な問題、昔いいことわざがあって群も象をなでる表するという、群もって今ねめくらっていうのは差別語ですけどね、群もね盲人の群れが象を指すると、鼻を触った盲人は象は鼻のようだ足が尻尾だってね、本当に今のスペシャリストすごいになっちゃってるんですよね、うん、経済人取ったって本当はそうですよね、うんうん、経済全部ロボットやってるんだらね、うん、工学的知識で十分かもしれないけども、うん、依然としてね経営者の決定だ、うん、企業の組織の団結だ、うん、あるいは他企業とのね言葉を使ったネゴシエーションだっていうね、人間的な力がなければ企業一つ動いてないんですよ ね、 ね、理系そのものからは簡単には出てこない、ね、かといってスペシャルな文系からも出てこない、そうですね、うん、表現者65号の座談会は、元外交官の馬淵睦夫氏をはじめとする論客がテロリズムの本源に立ち戻り、歴史的思想的に考察、東京 MX 西
米進むゼミナールとの連動企画では、現代文化の一般に通じる映画人が現代テロリズム論を展開。流行に流されず自らの意見、見解、思想の根本を。雑誌表現者好評発売中。ということで1週目終わりましたが、2週目より活発な議論をいたしましょう。